EP-7 テスコは日本に1948年から1985年頃まで存在した楽器ブランド及びその保有企業である。主力製品はギターで、その他にシンセサイザー、アンプなどを作った。1988年頃、電子ピアノに力を入れる可愛楽器製作所の戦略によって静岡県森町にあるメルヘン楽器と統合され、 かわ楽器の電子ピアノの生産のみを行うようになり、テスコブランドは消滅した。テスコブランドを創設した、青ン波研究所は1946年の創業後、二度の社名変更を経て1964年、テスコ株式会社となり、1966年末、経営危機に伴い当時の主要取引先だった、かわ楽器製作所の系列会社となった。 以降、テスコブランドの開発、製造、販売は、関連会社が協力して継続されたが、1960年代今つから70年代前半に関連会社が倒産、解散し、70年代後半から80年代半ばに、テスコブランドは消滅した。その後、テスコ株式会社は、カワイ楽器の連結子会社だった、株式会社、カワイウッドに吸収合併された。 本社所在地は1960年代半ばは東京都北区浮間だったが後に埼玉県南埼玉郡に商部長となった。テスコは1946年独立系楽器メーカー青い音パ研究所として創業し1948年テスコブランドでハワイアンギターと楽器アンプを発売開始1952年エレキギターの製造を開始。 1956年に社名を日本音波工業へ変更した。1960年代には世界的なエレキギターブームの波に乗って輸出や国内販売を伸ばし、1961年始会社テスコ弦楽器を設立、1964年社名をテスコへ再変更、当時の日本の代表的エレキギターブランドへと成長した。 前世紀の1965年には、テレビで、バンドオーディション番組の草分け、エレキトーナメント称号55を提供して、国内エレキブームの牽引役となり、また市場では、ヤマハが選んだ、ベストブランドと題した、テスコ専用カタログをヤマハが制作して、エレキ内製直前から、自社販売網で、テスコ製品を販売するほどの勢いだった。 当時大量に輸出された日本製エレキギターはデビッド・リンドレーをはじめとするコレクターに再評価され90年代ビザールギターブームへとつながった1966年国内で第一次エレキブームが一段落するとテスコは経営危機に陥り同年末河合の系列会社となり河合の電子が既製造部門となったただしテスコブランドは 当時非常に知名度が高かったため、ブランド名と独自製品系列は存続され、関連会社が企画、開発した独自製品が引き続き販売された。1969年アメリカ市場で第一次エレキブームが去り、日本でも GS ブームが収束して、世の関心がフォークギターへと移行し始めると、森平楽器独立と長野楽器倒産に発揚。 発して、資本関係のあった、テスコ弦楽器やその取引先が、次々と連鎖倒産し、さらに1970年代前半には、テスコ商事も解散した。この結果1974年の、テスコ製品カタログでは、テスコを特徴付けたユニークなデザインのギターは姿を消し、代わりに、当時の流行で、 あちこちで生産されていたギブソンやフェンダーのコピーモデルが登場している。2015年、テスコ製品の一つ、スペクトラム5が、イケベ楽器より復刻され限定販売された。1958年テスコは、国内最初期の真空間式単音電子、オルガン、スーパーエレガンを発売し、同年発売のビクター電子オルガンと共に、 国産電子楽器製品の宣弁をつけた。当時、電子オルガン開発に着手した、河わ楽器製作所は、先行するテスコの電子楽器技術に着目して、提携関係を結び、1960年河わ発の電子オルガン、ドリマトーンと、自社製品、テスコピス1が開発、発売された。その後、自社ブランドのコンボルガン、テスコードを発売。 海外へも自社ブランドテースコや、河合、キングストンブランド、あるいは各種 OEM ブランド、ノマド、クリートン、ウエム、バウエルで輸出した。海外で確認されているモデルは、下記の通りである。1966年テスコが経営危機器で、河合の電子楽器部門の一部となった後、河合は、テスコードの製造、販売を継続し、海外では、 かわいキングストンブランドによる輸出が継続された。しかし1969から1974年、テスコの活動実態を支えていた関連会社が相次いで消滅した結果、1974年、テスコ製品カタログでは、テースコブランドの電子鍵盤楽器が一時的に消滅している。かわい。 テースコ S100F その後シンセサイザーブーム全員生の1977年、カワイ、テースコ最初のシンセサイザーシンスロサイザー -100F が登場して一時的に、テースコブランドが復活した。その後ハイブリッドシンセサイザー計3の発売を機に、製品ラインが、ワイブランドに再統一され、以降テースコブランド製品は、テースコギター復刻版以外登場していないとみられる。 テースコ及びカワイのシンセサイザーは、海外サイト v i n t a g e s y n t h c o m やシンセサイザーで等でその大半の機種を確認できる。当時のカタログに掲載されていた残りの機種のうち、S100P は、テースコシンセサイザーズウェブサイトで、また、S60P は、ハンガリーのサイトビンテージシンス、フで、それぞれの画像を確認できる。その後、 テースコは4、ボイスマイコン搭載アナログシンセサイザー SX400 を発売している。テースコ SX400 の検索で画像等々を確認できる。テースコロゴのモニターがビートルズの日本公演の記録写真中に見られる。ありがとうございます。